みなさんこんにちは AKSATOUSE のみたかです今日も一緒にボイスオブアメリカで英語の勉強をしていきましょう本日のニュースは4月29日のものですでは早速聞いてみましょう In Germany, four people are dead and one wounded in an attack at a care center police arrested one suspect a center employee Spain recovers the bodies of 24 African migrants from a boat near the country's coast. Officials suspect they died from a lack of food and water. India says 40 countries have promised to help the country import oxygen as COVID 19 continues to spread there. And in Russia, opposition leader Alexei Navalny appears before a court to appeal a ruling against him on charges of insulting a World War II soldier. Okay, let's move on to the English commentary. First news. In Germany, four people are dead and one wounded in an attack at a care center. In Germany, four people were care center. 1> で1人がおっと1人が怪我をしたんだよ。何でター襲撃を受けてですね。あら、ケアセンター、ケアセンターで。ねそういったところで襲撃があった。まあ、そこだけでもびっくりですけども、4人亡くなって1人怪我です。Police arrested one suspect, a center employee お。おね。Police 警察が arrested、逮捕したんですよ。One suspect、1人の容疑者をね、もうすでに捕らえてます。 その人は A center employee そのセンターの職員だっていうわけですね内部の犯行なんでしょうか2つ目のニュースいきますよスペインはリカバーしたここだけだと回復とかって意味もね出てきそうなんですけども後ろ見ると「体」ですね 何の体アフリカ人の移民の体つまりこれ死体なんですよ死体をですね元に戻すことはできないのでこれは回収したってことですねどこからフロンはボートボートとねボート1艘の船からどこにあったの Near the coast. これもオウトだねその国だからスペインスペインの海岸に一艘船があってその中に24名のアフリカ人の移民がいたんですね で、亡くなってて、それを回収したっていうニュースです。officials suspect they died from a lack of food and water.officials その当局の人たちは、suspect、疑いました。何を後ろの内容ね。こうじゃないのと思ったってわけですよ。彼らっていうのは、先の先ほどのね、24名のアフリカ人の移民の人たちなんですけども、彼らは亡くなったんじゃないのかなこれこれ、こういう理由で。 これ何かないってやつね不足ってやつですよえっ、ー、と食べ物と飲み物がなくて死んじゃったんじゃないのってことですちなみに good luck、これねこれあのラってこういう音なのであーっていう音とあっていう音はちょっと違うんで区別してくださいねでえっ、ー、と2つちょっとね単語のお話をします1個はですねこのおっと動いちゃったねえー、サスペクトとサスペクトこれね 2つ似た単語というか見た目は同じなんですけどもアクセント違うんですよアクセントね「えー、名前道語」っていうワードを知っておきましょう「名前道語」これね名詞はアクセントが一般的に前で動詞はアクセントが後ろってやつなんですねなのでえっ、ー、とこちら「サスペクト」「容疑者」「サスペクト」「疑う」ってやつです一個もう一個ね他にあるんですよこれ 発音前にすると「インポート」輸入品輸入するっていう動詞は import「インポート」例外はも,もちろんあるんですけどもこういうのも知っておくといいんじゃないでしょうかもう一個「えー、と亡くなる」っていう時のワードですねえっ、ー、と「ダイ」でここだと「フラム」ときてますねダイフラムって来るとその後に来るのがですねあの外的な要因なんですよ怪我とかあのー、事故とかさ 一、ねまあ、直系がってやつですね。他にはですね、ダイ・オーブってくると直接的なものであの病気で亡くなるときはダイ・オーブと言います。はい、ということで、ねえー、とにかくですね船の中で食べ物飲み物がなくて亡くなっちゃったんだっていうそういうようなことでなかなか悲しいお話でした。あもう1個あった。マイグラント。これわかるこれね。 職を求めて違う国からやってくるってことなんだけど自分の国に来るっていうのと自分の国から出てくっていうので違うワードがあるってご存知でしたかね,ねあの移民とか移住とかっていうとエミグラントって聞いたことあるエミグラントってやつねこれね自分の国に入ってくるっていうそういう移民なんですよ。日本人だったら向こうからねよくその例えば東南アジアの人がね日本に来てそのね定住するっていうのはエミグラントなんですね で日本から出てく、自分の国から出てって外国に住むよっていうのは、これの反対なんだけど、エミグラントっていうんですよ。ね。自分の国に入ってくる、インな感じだよね。自分の国から出てくやつは、このエクスポートって言ったらあれけど、外出てく感じじゃんさっきのインポートの愛もね、これ入ってくるやつですよ。エミグラントは入ってくる移民。エミグラントは外に行く移民です。で じゃあこのマイグラントって何言ったんですよこれね自分の国と関係ないところですよ。アメリカのニュースでスペインがアフリカから移民が来てると話したからマイグラントぐらいの距離がいいわけですよ。これ通じたちょっとごちゃごちゃ言いすぎてニュースと遠くなってごめんなさい。次行きましょう。3つ目。says 40 countries have promised to help that country import action as COVID-19 continues to spread there. ちょっとね、え、import の 愛のところに線引いいてたたで読みづらくなっちゃいましたね、えー、インド言っているんですよ言ってます何をその後ろのこと40カ国が have promised これねあのもう約束をしてくれたんですよある時に約束してまだその効力続いているんですねで「プ i s ス」というる「ないないする約束をしてくれた」「手助けしてくれるんだ」ってで「ヘルプ」っていうのを動詞で考えるとこいつねこいつを動詞で考えるとヘルプ目的語動詞 to 省略可能の原型このこ形なんですね王がこれ何々するのを手助けする手伝うねこんな意味なんですねだから、えー、その国その国っていうのはもう出てるのはインドじゃんねえー、とインドが酸素を、ね、インポートね輸入する手助けをするんだっていうのを あの40カ国が約束しててくれたってわけですよだからインドは酸素なくて困っているんだけど40もの国が、ね、自分のインドのンドです、ね、酸素を入れる手助けをしてくれるって約束してくれたよってねまあみんなに言ってるわけですよ国民にね。でどういう状況で言ってるかって言ったらこのアーズね COVID-19 が c o n t i n u e t o d 広がり続けているんですよでその地インドでねそういう状況になっているんだけどももう酸素は来るからって。 きっと国民に言ってるんですね。それをアメリカが報道してるってことになります。はい、ラスト。And in Russia, opposition leader Alexei Navalny appears before a court to appeal a ruling against him on charge of、uh, insulting the World War II soldier. はい、ロシアのお話です、ロシア。opposition leader、opposition というのは反対の手ですね。なんで、えっと、与党じゃなくて野党ね。野党の党首。 のアレクセイ・ナバウニーさん、その方が最後にピースして立ってた人ですね。appears, 現れました。どこに ?before a court。ね uh, before a call とか、お、oh, ーの音ね。これね。えっ、ー、と、裁判所に。これテニスコートと綴りは同じなんだけど、テニスコートに来てもしょうがないので、ねえーと、裁判所の前に現れたんですよ。何しに ?to appeal a ruling. アゲンシ h i ムですね。アピール、訴えるためにですね。何を ?a ruling.rul e っていうのは、 あの判決ですね。とか、えーと、採決っていうんですか。判決にアピールする。つまり、判決をに抗議するために来たんですよ。その判決っていうのはさ、アゲインストヒムだから、彼に対して不利な判決なんですよ。ちなみに、えー、有利な判決は、インフェイバーオブね。インフェイバーオだったら有利なんですよ。アゲインストは、彼にとっては苦しい判決。それをちょっと待ってくれと。に コートに来たんですよだからテニスコートじゃないですよ。裁判所に来たんですね。で、なんでそんな不利な判決が出たかっていうと、このオン・チェージ・オブってやつね、これね、えー、何かの罪でって意味ですよ。何々の罪で。まあ、日本語で、何々の角でなんていう言い方もありますけど、あんまり日常では使わないですよね。えー、何かの罪で、n ンサ l ティングというのは侮辱したわけですよ。誰を 第二次世界大戦の兵士を侮辱するような発言をしたんですね。それによって彼に不利な判決が出ちゃってそれが多分重すぎるか何かで、ねえー、抗議しに来たっていうようなことを言っているというような内容でした。はいちょっとニュースの説明プラスアルファで英語の話もね僕職業柄したくなっちゃうんですけども話がブレるなと思ったらまあまあそんなご意見等ありましたらまたコメント欄にお寄せください。 はい、えー、この動画よろしかったと思いましたらできれば高評価ボタンと押してくれるとですねやる気が出ますんで、えー、またあの僕のやってるノートっていうブログとともにですね是非、えー、何度か訪れてくれると嬉しいなと思います。はい、ということで「エーカースエイトイ」の三鷹でしたまた次回お会いしましょう。